んにちは、三輪エリカです。ロイヤルシェイクスピアカンパニーの私髪の毛これどうなってんの。ロイヤルシェイクスピアカンパニーの、ストラッチフォールアポネイボンに来ました。あちらのタワーがある方が、まあ、随分新しいもので、こちらが古いタイプの、建物の部分になります。だから今私のこっち側にあるあの白いこれが昔は正門だったのね。なのでここで一つ、トラベリングシェイクスピアを行きたいと思います。今日はお気に召すままを見ます。ということは今日のシェイクスピアはもちろん All the world is a stage and all men are players っていうやつですね。日本語今忘れちゃった。この世はみんな一つの舞台、人間みんな単なる役者っていうやつですね。ちょっとロングバージョンにしてみましょう。All the world is a stage and all men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts. この世はみんな一つの舞台、人間みんな単なる役者、大賞もするし登場もする、そして一生一人で演じ続ける何役も。というわけでお気に召すままの1幕5話かな、ジェイキスという人のセリフです。彼は、その追放になった公爵がこの世界という劇場では人間はもっと悲しい舞台を演じているって誰かのことを言ったのに対して、そうですともっていうつもりで All the world's a stage って言ったんですね。はい、ではこれにて、三輪エリカのトラベリングシェイクスピアストラッドフォード・ポネイボンからはロイヤルシェイクスピアカンパニーの劇場の前で All the World's a Stage をお送りしました。もっとお聞きになりたい方、そしてストラッドフォードの観光ガイドがこの後にくっついてきますよ。ぜひチャンネル登録をお願いします。バイバイ。今日はストラッドフォードから、あ、ロンドンからストラッドフォードへやってきました。あれが最終的には乗るバスステーションかな。ストラッドフォード・アポネイボンにやってきました。ロイヤルシェイクスピア劇場が見えます。そしてそのすぐ角にあるこのバーナビーズ・フィッシュっていうところでランチを食べたいですね。ここに入ってみます。さあ、さっきのお店でフィッシュ&チップスを今から食べますよ。これにまずは、あ、これお砂糖、ここにあるソルト、塩かけます。ザカザカかけます。気をつけてザカザカかけます。そしてその上にこの、これちょっと瓶が新しいタイプだけど本当の瓶はもっと重いガラスの瓶、これもジャブジャブかけます。私はジャブジャブかける派、なぜならこのジャブジャブさんのおかげでこう味が良くなるので、ね、よいしょ、ボナペティット、いただきます。ね、なぜかね、あんな観覧車までできてて、これシェイクスピアの演技術の本の1ページ目に作者紹介か、私のプレフェイス前書きっていうところで私の写真が載っていますけれども、それはここで撮りましたね。今日はお気に召すままを見ます。これどうなんですかね。そして黒雲、わー、降ってきそう、降ってきた。そして、あ、もうパンティングしてる人たちもいます。ちょっと川沿いの方まで行ってみましょうか。おお、ボートハイヤー、ボートを借りられるですね。そうそうそう、このプロボークトワイフジョン・バンブラ、これも読みたい、見たいんだけど、今回はオールド、アダープレイスには行けないので、このメインハウスでお気に召すままだけを日帰りで見ます。さっきまで結構晴れていたんですが、また曇ってきてしまいました。ああ、 RSC のリバーサイドカフェ、ここで後でお茶しましょうかね。白鳥やってきた、やった。 Hey Swan、 Hello Hello Swan。あれは、あのブルーのはボートハウスですね。あそこに住んでいるわけです。場合によってはホテルになってるかもしれない。ホテルとかカフェとか。それじゃ
あの観覧車何なの？私初めて見た。それから、あの橋も有名ですね。あの橋越しにこのプラシェクサ劇場を見るっていうのもありです。昔の19世紀の版画とかではやっぱりあの橋とエイボン川と白鳥、あそこで絵付けをしてるんですかね。白鳥たちの絵が有名です。こんなウータンの足跡がずっと続いています。今これは劇場旧正門前です。で今の新しい門の方に行きますと、クマかな、あベアだからね。この茶色い低い横長の建物あるでしょ、うん、あれは実は昔聞いた話だが、今そのそうかどうか分かんないんだけど、寮になってて、このシェイクスピアカンパニーに出演する俳優たちが住んでるっていうふうに聞いたことがあります。うん、あの家族を持ってる人たちもいるし、ロイヤルシェイクスピアカンパニーと契約をすると大体3年契約なのね。だからその間こういう風に泊まるみたいなのもあります。スワン座です。スワンってやつはボックスオフィス、行きましょう。これショップだ。これがですね、お気に召すままコーナーになっています。なにこれ、ロザリン A Biography of Shakespeare's Immortal Heroine、 不死身のヒロインのバイオグラフィー、ロザリンド。ロザリンドのことだけ載ってんのかな。 Maybe。 しかも作家のサイン入りだ。これすごくない？ああ、なるほど。へえ、ロザリンドに関してこういうオーランド・シーリア、うんふん、Call me Ganymede。 なるほどなるほど、ロザリンドのバイオグラフィーが載ってる。面白いね、これすごい面白い。Guide Production Postcards、ポストカード、 As you like it、 Come into the forest。 これは映画になったやつですね。これは誰でも買える。これはシェイクスピアの As you like it。 それから、ああ、All the world's stage のコースターがあります。これはこれはカード。そしてこれ多分額縁に入れるためのものですね。そして T シャツまであるよ。 T シャツ楽しそう。いろいろ面白いのがある。あの子供用の T シャツに To sleep, a chance to dream っていうのがある。面白い。All the world's stage は I'll go for it。眠れば夢を見るって子供の頃に書いてあるの、めちゃめちゃ面白いね。A star danced and under that was I born。 これはあ、Much ado about nothing。 そっかそっか、これはベアトリスの名前、あのセリフですね。We are such stuff as dream are made on。 これはテンペストからだ。かわいいかわいい、赤ちゃん用のもすごいかわいいですね。今回私が取った席は、L の22。こういう風に座席にいろんなこう名前がついてるのが面白い。そこに花道があって、ずっとあそこが舞台になります。今この動画で映ってるのよりも近い。